おい、見よ、これ。何よ、ケイちゃん。昨日差し入れてもらった弁当箱だよ。ごちそうさま。うまかったぜ。え？あ、あのな、俺昨日腹を空かせてたらさ、シオンがわざわざうちまで来て弁当を差し入れてくれたんだよ。で、これはその弁当箱、ちゃんと洗ってあるからな。そうなんだ、シオンは気が利くね。ミオにウリ二つのやつだと思うぞ。だって双子なんだろ。似てて当然だよ。じゃなくて。ああ、もちろん。うまかったぜ。俺は食い物の感想には嘘はつかないぞ。俺がうまかったって言ったら誰が食ったってうまい。万人におすすめできる評価だと思っていいぞ。シオンに実に美味しかったって伝えておいてくれ。うん、シオンにね、伝えておくよ。きっと喜ぶと思うよ。ちゃん、なんか入ってるよ。あれ？はあ、なこれはだな、うちのおふくろがお礼に入れとけって言ったんだ。別に俺のセンスじゃないんだからな。誤解すんなよ。綺麗。飴だ。というわけなんだ。まあ、その、ありがとう。俺に言うな。入れたお袋に言ってくれ。それにミオンが俺を言う必要なんかないんだぞ。これはシオンにあげるものなんだからな。あ、うん、そうだよね。うん、シオンに伝えておくね。きっとシオンも嬉しがると思うよ。
だかみーちゃん、ほんわかな感じだね。いいことでもあったのかな。かな。風邪でもひいたんではありませんの？お顔が赤いのはきっと微熱のせいでしたよ。って、リカ、なんで私の頭を撫でますの？サトコもきっとそのうちお風邪をひけるようになりますですよ。